はい、こんにちは。1 1 6ウィンズです。さあ、今回はとある名選手について取り上げていこうかなと思います。MLB といえば野球界最高峰のリーグで、当然ながらそこでプレーする選手は世界で一番野球の上手い人たちの集まりなわけですよね。そこにたどり着くだけでもある種異形で、才能やこれまでの努力の賜物と言えますが、ただ中には野球の才能は間違いなくあるものの、なぜかちょっと残念な部分が抜けきらない選手も存在します。 そしてなぜかそういった選手たちは2000年以降のマリナーズに数多く在籍していましたので、そういった選手たちにスポットを当てる企画となります。昨年セクソンを取り上げましたが、今回取り上げるのはこちらの選手、ユニエスキー・ベタンコートです。ベタンコートは2014年にオリックスでプレイしたことでもおなじみですが、つい先日40歳の誕生日を迎えたキューバ出身の内野州マリナーズ時代は主にショートを守り、その後はファースト、セカンド、サードといった他の内野のポジションを守る機会も増えていきましたね。 MLB でのキャリアは2005年1月にマリナーズと4年総額280万ドルの FA 契約を結んだことでスタートさせています。 マリナーズ時代のベタンコートはゴールドグラブ級の守備力を誇るチームの未来のショートとして非常に高い期待を寄せられていましたが、ただ彼のプレイスタイルはセイバーメトリクスなどデータ重視へ変化しつつあった時代の流れと見事に逆行し、チームの未来を担うどころか MLB 最低クラスのレギュラー選手とまで称されるようになってしまいました。そんなアンチセイバー的な彼のマリナーズ時代を中心にベタンコートのキャリアを振り返っていこうかと思います。 はいまずは MLB に来る前の話。ベタンコートはキューバリーグのビジャクララで18歳のシーズンからプレーし始め、3年目の2002年、2003年シーズンでは打率3割1分7厘を記録。 足の速さも生かし入管趣味の名手としてチームの主力選手として活躍を続けましたそして2003年12月 MLB 入りを目指したベタンコートはキューバを去りアメリカへ当初彼はイカダでメキシコに入国しそこでプレイしていたと説明していましたが実際には代理人の手引きによってスピードボートでアメリカに密入国しその後メキシコで偽装パスポートを入手した後再びアメリカに入国するステップを取ったようでこの件はベタンコートがメジャーに上がってから問題となりました でとりあえずこの件は置いといて、マリナーズはベタンコートが17歳の時に国際大会でプレーしていた頃から目をつけていて、しばらく彼の動向を追っていたようなんですが、ロサンゼルスで行われたトライアウト、さらにはマリナーズのトレーニング施設があるアリゾナ州ピオリアでのワークアウトも踏まえ、ベタンコートの獲得を決断、2005年1月に正式にマリナーズとの4年契約がまとまりましたベタンコートの強みは何といっても運動能力の高さを生かした守備でした。 ショートも守れる程度には肩は強く、守備範囲も広いですし、全体的な動きも柔らかい、マリナーズでショート守備の名手といえば、1993年までチームでプレーしたオマー・ビスケルの名前がパッと浮かぶと思いますが、当時はビスケルに匹敵するくらい守備に関しては期待されていましたし、ゴールドグラブ賞も将来的には何度も取れるとまで言われていましたね。で、それでいてバッティングは当時のビスケル以上のポテンシャルを秘め、長打力はそこまでないものの、ギャップヒッターにはなれそうな片りは見せていましたし、コンタクト能力もなかなかのもの。 マリナースとの契約後、ダブル A で開幕を迎えたベタンコートは、ダブル A52 試合で打率2割7分3厘。 トリプレ A に上がってからは49試合で打率2割9分5輪、亡命の関係で1年以上実戦から離れていたことを感じさせない成績を残し、チームからの期待はさらに高まることとなりました。よほどベタンコートのパフォーマンスにフロントは自信を持ったのか、契約してから1年も経たない2005年7月に MLB デビュー。MLB 昇格後60試合で打率は2割5分6輪でしたが、ショート守備はやはり良く、マリナーズはベタンコートがこれから主力選手として活躍してくれる未来に確信を持ちます。 そしてその確信は他のショートの有望株に対する扱いからも分かります。 この当時マリナーズにはベタンコート以外に2人のショートの有望株2003年ドラフト1巡目指名を受けたアダム・ジョーンズとフレディ・ガルシアとのトレードでホワイトソックスから獲得してきたマイク・モースの2人がいましたがベタンコートが今後数年間はレギュラーとして堅いと思ったのかジョーンズをセンターへコンバートしモースに関してはレフトやサードファーストでの出場機会を増やすことにジョーンズにしてもモースにしても将来的にずっとショートに残れたか怪しかったもののベタンコートが来たことでショート以外でのチャンスを模索した方が良いという判断だったんでしょうね それだけチームもベタンコートを信じていたと。 これでマリナーズにはショートベタンコートセカンドにはこれまたトッププロスペクトとして高い評価を受けすでに MLB デビューを果たしていたホセ・ロペスが入りベタンコートとロペスの二遊間はこれから長い間チームを支える存在になると期待され私も当時小学生くらいでしたけどこの2人がこれからのマリナーズを引っ張っていってくれるんだと思っていましたただ残念ながらそのような未来は来ずまた将来を嘱望されたベタンコートの野球選手としての真の価値が時代の流れによって明らかとなってしまいます ベタンコートがメジャーに上がるちょっと前、2003年にマネーボールが出版され話題となりました。この本は金銭面で裕福とは言い難いオークランドアスイチックスが、セイバーメトリックスなどのデータ分析を駆使して、これまであまり重視されてこなかった選手の価値を見いだし、お金を使わずとも競合チームを作り上げた背景を描いていまして、言うまでもなく今の野球界にも大きな影響を与えた一冊です。 アセチックスが特に打者ではストレイ率を非常に重視している描写も印象的でしたよね。セイバーメトリックスの考えが徐々に野球界にも浸透し始めまたファンの間でも選手の真の価値はどれくらいなのかこういったことを考えることも非常に一般的となりましたでその考えでいくとベタンコートのバッティングはおよそ理想的とは言い難いものでした。 2005年から2008年まで、打率で見れば2006年と2007年が2年連続で打率2割8分9厘。2008年は少し落ちましたが、それでも2割7分9厘と、ものすごく優秀とまでは言えないまでも、守備型のショートとしてはよくやっている部類のはずでした。そう、はずでした。しかし実際にはどうでしょう。失礼率は WRC プラスなど他の攻撃面に目を向けると、ねえ、打率と失礼率がまさかのほぼ同じ。 ベタンコートはかなり早打ちの選手で何でもかんでもスイングするタイプの選手でしたのでフォアボールをほとんど稼げない選手だったわけですねマネーボールではこういった選手をミスター何でも振りますと表現していますがまさにその典型例1年プレイして年間のフォアボールが毎年10個台と打席に占めるフォアボールの割合は3%にも満たないという恐ろしい低さですまたプロスペクト時代に想定されていたギャップヒッターへの成長もできずパワーも思っていたより伸びなかったベタンコートは総合的な攻撃力でリーグ平均から大体20% 程度下回る有様で彼の攻撃面での貢献があまりない点が明るみとなってしまいますもちろんフリースインガーであることのすべてが悪いわけではありません例えば2008年シーズン最後の3連戦でベタンコートは12打数7安打と大暴れしチームの3連勝に大きく貢献したことがありました フリースインガーの選手が勢いに乗った時の爆発力、振ればヒットが出るあの感じは、これは耐久型の選手にはない魅力です。ただ、ベタンコートにはフリースインガーでありながらチームに価値をもたらせるほどアベレージを残す力があったわけでもなく、さらにパワーもなかったというのが問題なんですよね。 ちなみにこの3連戦でベタンコートが大暴れしたおかげで、マリナーズはスティーブン・ストラスバーグをドラフトするのに失敗したというエピソードも実はあるんですが、その話についてはこちらの動画もぜひご覧ください。まあ、ただベタンコートはもともと守備が売りの選手、バッティングはそこそこでも守備で価値を出せれば全然問題はありません。問題ないはずだったんですけどね。 早急に課題はありましたが確かにベタンコーターところどころで派手なプレーですとか軽やかな身のこなしを見せたりしてなるほどこれがゴールドグラブ級の守備力かと思ったりもしましたが当時徐々に発展しつつあった守備指標で見た場合ベタンコーターは実はリーグ平均以下の守備力しかなかったことがバレてしまったんですねというかマリナーズが彼こそが未来のショートだと確信したルーキーイヤーの2005年時点でせいぜいリーグ平均ぐらいの守備力でしかないという残念さ 印象と数値の乖りの現実を叩きつけられたわけですね。打撃も守備もリーグ平均を大きく下回ることが分かり、未来のショートとして期待していた選手は実は MLB 最低クラスのレギュラーだったこと以上の悲しみはおそらくないでしょう。攻守にセイバーメトリックスが良しとする選手とは真逆を言ったのがベタンコートという存在でした。 それでも元々の期待の高さからレギュラーとして出場機会を与えられていましたがその時代もついに終わりを迎えてしまいますバベシ GM の首が飛んでしまい2008年オフに新しい GM にジャック・ズレンシックが就任しましたが少なくとも全 GM 時代よりはセイバーメトリックス的な考えを取り入れたシンフロンとかでベタンコートは急速に存在感を失ってしまいます 新しく監督に就任したドン・アカマツはベタンコートに打席でのアプローチ改善を要求しますがそう簡単に人間は変われずむしろ打撃面で成績はさらに悪化。 また当初のポテンシャルの高さの割に成長できなかったベタンコートは、かねてより野球への姿勢などに問題があるのではないかと指摘されていましたが、2009年シーズンにこの問題が顕在化し、例えば早出の練習に野手のほぼ全員が参加したにもかかわらず彼だけが参加しなかったことも報道されていましたし、監督からは講師にレベルを上げる必要があるとの指摘を受けたこともありました。 当時特に守備面で結果を残していたロニー・セデイノの出場機会が増えるとともに、ベタンコートのレギュラーの座は危ういものとなっていき、チームもベタンコートのトレードを画策。最終的には2009年7月にロイヤルズへのトレードが決まり、失望に満ちたマニナーズ時代は終わりを迎えました。 その後、ベタンコートはロイヤルズやブルワー,ーズでレギュラーとしてプレイした時期もありましたが、お世辞にも成績面ではレギュラーに見合うパフォーマンスとは言えない内容。ウィンザーボリープレイスメントは毎年マイナスを記録し、2013年にはアンチセイバーメトリックスの極めつけのようなシーズンを送ってしまい、シーズンのウィンザーボリープレイスメントはなんとマイナス2.3。通算で0.0だったウィンザーボリープレイスメントをこの1年で一気にマイナスに叩き落とし、 これ以降 MLB ででのプレーはありませんでした。2014年のオリックス時代も残念ながら期待外れとしか言えないような成績でしたよね時代の変化により選手としての価値が悪い意味で明るみになってしまったベタンコートもう少し時代が違えば、まあ、資質の問題ですとか選手として荒削りな部分があったのは否めませんので当初期待されていたスター選手とはなれなかったでしょうけど二遊間の選手としてはなかなかの高打率を残している点や派手な守備などがもう少し評価されていた可能性はあると思うんですよね マネーボールによってスコット・ハッテバーグあたりは救われた選手と言える反面、ベタンコートは逆に悪い方向に価値を見抜かれてしまい、時代の流れと絶望的なミスマッチを起こしてしまった点は、彼にとって不幸だったのではないでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メインに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。